はい、おはようございます。えー、っと、ベテナースのための,あの講義っていうのを今4つ挙げていきましたけど、今日5回目、6回目やっていきます。で、一応これ、あの、IB とかの宣伝になって申し訳ないですけど、えー、っと、福岡で11月からっていうのが12月からになってます。で、えー、大阪の会場も12月からになってます。これ、あの、 空部超音波実習6回シリーズということでやってますんで、あのできましたらご覧になってみてください。また、集中実習として、まだ今、お一人だけ空いてますんであの、千葉の会場、これ初めてですね、東京でやるのは。はい、で、大阪ああの、福岡の方ははかなりの日数があります。ちょっと古いやつは消してないですけど。 これ見れるサイトっていうのが、この i ビートっていうところに行っていただいたら、セミナー実習っていうのがありますんで、それを開いていただけたら見れるようになっていますんで、よろしくお願いします。はい。じゃあ今日の講義に,についてやっていきますね。えー、デジタル画像の世界っていうのをちょっとお話ししてみようと思っています。これ獣医さんにも役に立つかもしれませんね。<laughs> まず一つですけども、あの、デジタル画像っていうのがもうほとんど全てデジタルに今置き換わっていってます。だからアナログのデジタル、あアナログの画像処理っていうのはほとんどやってないだろうと思いますね、今は。あの、超音波のあの画像動画撮るのももう今はクリップでやってるか、それかあコンバートして、あの、デジタルシグナルとして、 mp4 とかなんかそんなんで、ええー、と、撮ってると思いますんで、その辺の違いっていうのをお話しできたらというふうに思いますね。はい。ということで、こうずっといろんなことをお話しできますが、まずデジタル機器で一番、まあ、頭に思い浮かぶっていうと、CT かなと思います。で、まあ、ヘリカル式っていうことで、こう回転しながら、あの、環境が回転しながら撮っていけるっていうことですよね。 で、大事なのはシティスの設計なんですけど、これ、どうしてもメーカーさん任せになると、メーカーさん絶対でかいのを入れたくなる。大きな部屋作りたくなりますよね。それはそうです。メンテナンスするの楽やから。ただ僕らはそこで取られてしまうとスペースを。そうしたら他のことできなくなりますから、それと大きくなればなるほど、鉛の補強をするのに値段が高くなるっていう欠点がありますね。 さらにメーカーさんは大きな鉛ガラスを入れたがります。こんな感じですかね。これものすごく高くなります。だから大きさが倍になったら値段も倍じゃなくて値段4倍ぐらいになりますだからその点気をつけておく必要がありますね。僕はあんまりもうちっちゃい窓があればそれでいいし、あるいはもう中を今まだあればもう あのカメラで中見れますから、だからカメラで見るっていう方法でもいいのかなと思いますね。でおそらく大きな窓あの鉛ガラス入れるよりも、あのモニターと、あのカメラシステムを安いやつでいいんで、あの入れた方が絶対安く、あの安くつくと思います。<laughs> あとはまあ、部屋ですね、入りやすいドア、あの、 鉛の扉をつけるとめちゃくちゃ高いです。だからこれは無理やり、あの、引き戸で鉛板で作ってもらったんですけど、こっちの方が安いですね、やっぱり。で、まあできたらね、中、内装、これも一つ言っときますけどね、内装、鉛付きのボード、そのままがいいです。どうしてもメガさんとかは、鉛ボードの上に、 あのー、クロスありたがるんですけど、クロスあったら、あのー、木ネジの頭が見えなくなるんで、だからもし解体するようなことがあった時に、めちゃくちゃ大変です。僕もめちゃくちゃ大変だったんで。だから、あのー、普通に木ネジでやっとったとしても、鉛、ボードって薄黄色で、見た目悪くないです。それと飼い主さんはここ入ってこないんで。 だから僕だったらもう生のものであの貼り付けといてもらうようにすると思いますね。そっちの方が絶対安くつきます。スライドの厚さ。だもう今はもう0.5,0.625ですけど、今0.25っていうのがあのキャノンさんから出てますね、今。だからすごく薄くなっていってるっていうのは間違いありません。ただね、考えとかなあかんのは薄くなればなるほど、10センチ取るのの枚数がめちゃくちゃ増えると。 いうことですよね。だから、ダックス運動、全身取ろうと思ったら60センチ。60センチ、まあ、60、尻尾まで入れへんかったら50で、50か40でいけると思いますけど、その40センチを何ミリで切るかで、枚数決まってきますよね。だから、枚数増えるっていうことは、それだけ環境にも負担がかかるし、それから、やっぱり機械も、ああ、ある程度早く、あの、傷んでくるだろうと思います。で、以前は2.5ミリとか、 そういう分厚いやつで切れるっていう方法もあったんですけど、今はないですね、ほぼほぼ。だから0.5やったら0.5で切ってて、で、出すのだけ1ミリで出すとか、2ミリで出すとか、2.5ミリで出すとか、そういうようなやり方を取ってることがあります。ちょっと難しいかもしれないね、この辺り。ピッチって言って、送り込んでいく速さなんですけど、これはもうすごく撮像においては重要です。 だから一回流すのに何秒かかるかっていう単位でやってますから、それあんま早ければ早いほどいいんですけど、早ければ早いほど、やっぱりこう、あんまり綺麗じゃないっていう。そのところ。だから本当にこう、トライアルエンドエラーみたいな感じで、今の、あの、プロトコールっていうのが決まってきてると思います。大体見たい病変の厚みで決まるわけですけど、まあ見たいよね、ほら薄く。だから薄ければ薄いほどいいっていうことになるんですけども、 どうしても体も動いてますから、呼吸によって。だからそういうことを考えると、まあ、あの、環球の強さで大体はもう厚さ決まるんかなというふうに思います。だからこのピッチと厚み、総秒数っていうのが大体決めてくることだろうと思うんで、だからここは大事なんですけど、メーカーさんは緩急の強さ、 つまりヒートユニット、メガヒートユニットの大きさっていうのはあんまり行ってこないです。で、私の経験的にはもう5メガヒートユニット以下の環境は使い物にならんのかなっていうふうに思います。だから全身麻酔で絶対やりますっていう方だったら別にあの2.5メガでもいけなくはないけど2.5は低いですかね。やっぱり3.5メガヒートユニットぐらいが最低値じゃないかなと思います。 メガヒートユニットが下がれば下がるほど電力数が少なくって済むんで、だからキュービクルがいらんとか、いわゆる高電圧装置がいらんとか、そういうのが、まあ、あの、一つのうい文句になってますけど、これあくまでも人のクリニックの話で、私たちは必ず増えします。だから増え検査やるときに、あの、この早く流せないっていうのはもう大きな、 あの、痛手になりますから、だからもう、買われるときにはもう絶対くれぐれもそこを注意するように、院長先生には言ってあげてください。だからどうしても、ダメな場合は全身麻酔っていうことになるんですね。だから今やった中古の機械、16列ぐらいでももう1000万切ってますから、だから、それ欲しいなと思われる方おられるかもしれませんけど、16列の場合は絶対全身麻酔が必要になってくるんで、 そうなったらだなかなかますねただ、まあ無呼吸に作りやすいんで、換気すれば。だから、きれいに取れるっていう意味ではいいんですけど、やっぱり麻酔をかけるリスクは、うん、飼いに説明しにくいですね。僕は今まで麻酔で殺したいたら、アメリカでマライで、プロポ4ールの点滴やってて、1頭だけ死んだことありますけど、それ以外はないですね、はっきり言ってね。だから、そういう普通の状況下で死なすっていうのは、 あくまでもう重視のミスか、いわゆる麻酔前判断がちゃんとできていなかったかになると思うんですね。だから僕らはもう絶対沈静化に持っていきたいんですね。で、沈静化でやる場合は、腹蓋でやった方がおとなしくしてくれるんで、腹外でやる。その時に頭上げとくっていうのが大事ですね。で、魚介の場合、どうしても魚介で取るっていうと、背骨取りたいとかいうような時は動きがあるともう見えないんで、だから V トロフに入れるわけですけど、 その時もう,うまいことやらっとかんと鼻先上に上がってるとどうしても鼻水があのどにくるんで咳したくなったりとかしたりするんでね大変です。プロフォールでもいいし今やアルファキサロンもあるしどっちでもいいですけどただ息止めはできません。だからどうしても途中で動きますどっかで呼吸しますから。だから呼吸してもまあそれはしょうがないんであの、ね、複数層増援の時にとってますから それでまあ、沖縄みたいな感じになるしかないし、どうしても回ばれるのがひどいなとか、あの、ガガガガガ言ってるとかいうような場合は、もう、全身麻酔で相関した方がいいと思いますね。CT。まあ、XN90 度による差っていうので CT 値っていうのを出してこれるっていうのが一番の強みなわけですよね。だから、それぞれの臓器において、まあ、アーティファクトがあると、正確な値は取れないですけど、まあ、ほとんどの場合取れてくるだろうと思います。 で、さらに今だったら 3D 作って、で、見せることが可能になってますから、だから非常に管理者にとっては見やすいものになるだろうなと思いますね。僕らはもうレントゲンに入ってる人間なんで、超音波レントゲンで 2D で見るっていうのが、あの、標準になってる人なんで、だからその 2D で見てるやつから 3D で頭の中で作り出すと。ただまあ実際までポンと。 いや、あの、ボタンを押したらこの像が出るっ,っこっちの方が絶対楽だよね、はね。それも間違えれば。CT の欠,欠点って言ったら麻酔っていうのが、あの、シングルディテクターでは必要な数質ということですけど、もうシングルディテクターないですから、だらこれも考える必要ないんですけど、MD でも80列以上やったらほぼ全てで適用って書きましたけど、問題は、 2.5メガヒートユニットの64列とか。こういうやつはほぼ使い物になりません。だから気ぃつけてください。メーカーさんはいいこと並べますけども、僕は勝ったらあかんやつだと思ってます。で、呼吸性からのブレが出てきますから、複数あ、複数層、あ、ごめん。お間違ってました。複数層やね。だから、失礼。 複数層を取ってますから、それで、えー、まあ、カバーしていくしかないだろう、というふうに思います。ね。それはその例ですけど、1年目がランズマリで微出血、11歳のベアデッドコーリー、鼻長い。鼻の長い子で出血してる人99、99%って言っていいぐらいの気持ちで、悪性腫瘍です。で、CT 検査来ました。でも案の定、もう骨壊れとって、それでこ、こんな感じで、 も空っぽになってますね。何んも、ね、見えてないて。ただ、ラッキーなことで、外にはあんまり出ていってないみたいですけどね。だから、右膜内の血管増殖もあってあ、こっち側かごめん。こっち側は、ほんで、あの、色合いが、まだ正常やいうことでなっとったんでしょう。はい。で、解除病変あるんかっていうことで、腰骨の破壊、歯骨の破壊後ろ側で出てるかって言ったら、そのここは出てないようですけどね。 未公開のことですね。未公開の破壊があって、フェンガのお互いということで、今書いてますけどもね、大事な何かっていうと、しっかりと血管造影やって、指板部分、さっき芝骨って書いてましたけど、あれ結局はあの、微公開ですね。微公開の破壊っていうのを見たいのが一つと、それからもう一つは指板ノ脳との境、脳との境が、 壊れてないかかどうかを見るこれは本当大事ですこの研究会で日本画像日本獣医画像研究会この11月5日に総会も含めて第1回研究会をやりましたけどあの動物の総合病院の塩満先生があの放射線治療について開業医に分かりやすいような感じでお話ししてくださいました。 いや,もうやっぱりものすごくこう、あの高価な装置が入ってますんで、あそこ。だから非常にこう、細かな、あの、画像しながからの、あの、設定っていうのを作っておられるようです。だからその辺、非常に大事ですよね。だから本当にこう、あの僕らがやってるこういう微出血の場合、じゃあ鼻の腫瘍あったらもう、安楽しかって言って、そうでもなさそうなんで。 だからやっぱりこうしっかり綺麗なやつ取るっていうのは大事だろうと思いますね。だからもう飼い主さんが始めからも手術がしませんって言うとったらそのもう難しいことやる必要ないですけど、パラディアでいいかなとは思いますけど、そうじゃなかったらこういう検査もできるよっていうことで、僕はプランニングとして麻酔科で内視鏡からバイオプシーまで持っていくっていうのが抱き込みになってないと意味ないかなと思います。ね。だから洗顔周りの骨肉腫、軟骨肉腫、リンパ肉腫なんでもあります。 ねえ、だから非常に大事。こういうのを見ていくっていうときにね、もうびしょびしょになってでしょねえ、微光こんなやつが普通やったらあるはずやのに、もう白いやつが出てる、これ仕様です。で、海絶対溜まるんで、ねえ、だから、あのー、伝統像なんかはほとんど白く見える。微出血は何の問題がありましたっていうことじゃないけど、これね、こうやって、微空鏡を入れて、ほんで、なんか見ていくと、これ赤くなってるのは、光が出てる部分が赤くなってるわけですけど。 そういうやり方がいいかなと思いますね。MDCT っていうのはもう血管増影ができるここなんですよね。血管が見えるっていうのが。で、血流動態によって、血液動態によって、悪性、良性の判断っていうのはつきやすいんで。だから絶対おすすめしますからね。高速撮影ができますよっていう。で、3D もできますよということですね。MRI。 聞いいたこととあると思いますけどデジタル画像の中ではえまらいっていうのはもう特異的な取り方磁場を使ってで組織の化学構造みたいな感じ水かあるいは難病組織か一緒やけどそのような部分が多い病変はあるあの取り方であれば白っぽく見えるとか。 例えば普通やったら、椎間板っていうのが白く見えるところが真っ黒になっちゃまって、なってますよ。で、これで今圧迫ありますよ。バビ症候群出てますよ。あ、すごくいいです、これね。すごくいい。だ全身麻酔が必要やっていうのと、初期投資がめっちゃ高い。<laughs> 5000万って書いてますけど、これ日本の機械やったら5000万で買って、おそらく作るのに、部屋作るのに2000万ぐらいかかるんじゃないですかね。 非常に高くつくっちいうのが問題です。それと重い。装置自体重いんで、だから入れるときに地盤っていうかな。床は大丈夫かっちいうのの、検査も必要になってきます。超パー言うたらもうデジタルでっと取れとって、今、駅かやって1000万しますけど、まあ500万ぐらいでそこそこのもの,あの,ものが見れるっていうのが一つありますね。CR、ぶっ飛ばしていきますけど、デジタル化するっちいう意味合いで、 すごい良い,いアイディアでした。だから昔はスキャナー使って JPEG で撮ってるみたいな。で、デジタル化っていうのはありましたけど、それじゃなかったのね。で、CR、こう、従来と同じようなカセット使って、で、それで見ていくっていうことでした。で、こんな感じで、ここにカセット入れて、これあ、こっか、ごめん。カセット入れて、ほいで、 昔はプリントしましょうっと、プリントまで売るよとかな。だからもう大儲け。だから装置で売って、あと、あと、あの、フィルムでも売って、みたいな。だからレントゲンと一緒。だからバッキーもいるし、バッキーってあの、グリッドもあった方がいいし、みたいな。型でやってます。300万以下、今やともう200万もしないっていうか、もしある売ってないと思います。あ、売ってるかまだ売ってるかもしれんけど、あんまり意味ない。これはもうほとんどやめた方がいいっていうやつね。こういう装置。 シェアのコスト安いけど、このダイコム3、これだけ覚えておいて、ダイコムっていうのでやってるっていうこと。これはね、実体、アイカビングの一番大事な部分なんやけど、これ、アメリカの国がバーは言う前に、放射線学会が自己基準で400万画素以上っていうので決めたね。賢い。非常に賢い。ね、だから、それを、 あの、覚えとってください。ね。いや、懐かしい。MO とかもうないもんね。CD もないし。まあもう DVD D だけか。これで、シェアシステムの利点、フィルムレスだけ。だからこれ全く意味ない。これで、観光版の入れ替えもあるし、何やかんや。これも意味ない。だから DR で。で、DR で大事なのは何か言うと、この観光版 CCD カメラ、 この辺ダメ直接撮影の測定ができる万画素これだけ今はでもこれしか打ってないからで今の大事なのは直接型か関節型かっていうそういうあのこの直接測定してますっていうのは普通の一つ一つの400万画素数の一本一本でっていう意味合いで直接測ってますんだけどそれを直接と関節の測り方ってあるんだけどほぼ関係ない。 直接の方が綺麗に見えるけど高い。それだけの値段出したら買い主さんのこと考えたら関節型で十分と思います。ね。初期投資、今やもう400万もしません。多分今やったら300切ってると思います。ああ、切ってないか。350ぐらいか。今やったら新しくなってるからな。CCD 法っていうのが未だに売っとったとしたら買っちゃ絶対ダメです。これ一番赤いやつですね。維持費用ほとんどありま利点。 欠点の欠点、画像処理、覚えるのが大変。保管、結構いっぱいになる。で、電子カルテに対応してるか、してる。だから、この辺はいいとこなんやけど、欠点としては、画像処理、明るくする、暗くする、コントラストつける、つけないみたいな。そういうのがちょっとしんどい。で、フィルムに出したらダメ。で、モニターは、 普通の、今やったらもう 4K、5K ぐらいいってますから。で、27インチぐらいあったら楽やけど、別に21インチでも見れなくはないです。ほんで、大コンビューは使う。これも一緒。メーカー指定のやつ絶対買わされるけど、できるだけ安くで買って。ほいで、今は無料のやついっぱいありますから、僕はホロスっていうのを使ってますけど、それでやれば絶対安く作ります。 テいうティアペグいろいろありますけど、これ全部画像ファイルとして以外のものです。これあんまり意味ないんで、あの、まあ、容量が小さいっていう利点があるんで、あの使ってる方もまだおられますけども、でも結構やっぱりやめとった方がいいかなと思いますね。で、大根ムなんですけど、大根ムやっぱ大きいです。大体、あの、他の圧縮やったら400系ぐらいの画素数でなってるんですけど、 うん難しいかな。だいたい、どうやろう、6メガバイトぐらいが1枚。レンドゲンで1枚6メガバイト。だから CT なんかも何千枚ですから、おそらく3ギガバイトぐらい多かったら、少なくとも1ギガバイトぐらいの大きさになるだろうと思いますね。だから送信するの大変です。あの CT なんか。だから僕のところ CT を置くときてある人は、ほとんどが圧縮ファイル。 あの、ああ、ね、タクファイルビンとかあんな使われてますね。リスっていうのはレントゲンのインフォメーションシステムっていうやつで、その、すぐにこう呼び出せるっていう、そういうやつですね。まあ普通、そこまでやらんでも、あのー、本当にうまいこと上手にやってあったら、僕はまあ、あの、あれ使ってるから、あのー、ホロスのパワービューっていう会社がホロスの 管理をやっている会社があるんですけど、そこで年間で1万円ぐらい払って、クラウド買ってるんで、で、クラウドの中で、そのパってこう押せば、何々の症例引っ張ってくるとか、そういうの簡単にできるんで、別にあんまり問題ではないですけどね、僕自身。そう、そういうの安くでありますから。で、画像の配信ってことは、インライウンは必要かな。 みんな選んで、それも、今やったら、もうギガでいくような、多様なやつ、1000T とか、そんなのいっぱいありますから、それにされとくべきかなと思いますね。で、パネルなんだですけども、未だに高いんだけど、普通の p c 用の液晶パネルモニターでも安くなりましたから、それでいいと思いますね。で、テレレディオロジーになってくると圧縮っていうのが大事なんで、僕はホロス使ってもらってるんで、うちの顧客には。 で、おろすだったら、あの、パービューで、年間1万円で買ってもらったら、ボタン1つで飛んでいくみたいな。ボタン1つは飛びませんけど、ボタン1つ押して、で、あの、相手先のメールアドレス打ったら、6枚ぐらいが一気に飛んでいってくれるっていう、そういうやつを使ってもらってます。パックス。これはもう、大きな病院では絶対必要。その、ピッチャーアーカービングなんたらシステムっていうやつですけど、 これはものすごく引っ張り出してくるのに楽なんで。で、自家製パックス開発中って書いてあるけどね。なかなか難しいよ、これ。難しい。テレディオロジー、アメリガエタ常識。もうみんなが送ってきます、専門員。に。ね、日本ではなかなかない。これ日本ではお医者さんでもあんまりない。だからこれ非常に難しいね。だからこれに、アメガった画像検査センターみたいな感じで、 専門医がやってる会社がいっぱいありますから、だからそういったところ起こりやすいっていうのもありますけどね。日本ではなかなか厳しいでしょう。ね。で、テレビの人でも、世界のビルに2000円だし、めちゃくちゃ安い。これは無理やなはったかだから日本の場合はもう、遅れるしかないですよね。保守店員が、人の保射店員が食っていけるっていう世界にはならないでしょうね。アメリカ行ってもめちゃくちゃやってますけど。 ねだから非常に難しい。残念。12回、アメリカやったらもうベンチャー企業でバンバンやったす。バンバンやった。だからもうそれだけで飯食えるし、アイデックスさんとか、アンテックスさんとか、ベテ CT さんとか、もう名前、あ、あげられ、ベテラでもそうやし。もう名前あげるだけで5社、6社は十分あります。ねっていうような感じで、あのー、画像診断っていうのをやってるっていうのを、ちょっと紹介しておきました。はい。 ありがとうございました。終わっておきます。終わっておきます。